サフィー一世はサファビー朝の第六代シャア。名君と称えられたアッパース一世の孫で、祖父と対照的にアングで失勢を繰り返したが、祖父の残した統治体制が有効に機能していたためサファビー朝は繁栄を保った。父は第五代君主アッパース一世の長男であるムハンマド・バー・キール・ミールザーであったが、1615年に、 残言を真に受けた祖父に暗殺され、サフィーは高級で育てられた。おじたちも続けざまに祖父に反乱を起こして、失明されたり創生したため、残された後継者は、サフィーしかいなくなり、1629年1月に祖父が死去すると、2月にサフィー一世が後を継いだ。しかし他の一族も後継者に名乗りを上げたため、サフィー一世は、 自らの地位を盤石にするため王族の粛清に乗り出した。サフィ一世は即位から5年間は粛清に奔走し目をつぶされた二人のおじを殺害。1632年には高級の女性たちや他の冒険王族の男児も殺害、失明に追いやった。さらに祖父と共に繁栄を築き上げた獣神らも殺戮したが特に注目されたのは祖父から グルジアやイラン南部の統治を任されていた将軍イマームクリー・ハーンと三人の息子を1633年に殺害したことであった。彼の殺害に関しては地方役人と陰謀を企てたという罪状からだったが証拠不十分であり、処刑の目的は彼の所領を奪い取って直轄領にしようとしたためとされる。王族、重心に向けた残酷な処罰とは別に、 内政でも同様が見られ、1629年に北西のギーラーンで絹の1000倍に反発した生産者や輸送役のアルメニア人商人層が反乱を起こし、翌1630年に鎮圧したサフィー一世は1000倍を止めてアルメニア人商人層に販売を委ねた。1631年に九州とガズビーンでも発生したスーフィーの反乱を収めたが、 いずれもサフィー一世の統率力不足から起こった出来事であった。外交では祖父の時代から継続していた第四次オスマンサファビー戦争を機にバグダードやイラクを奪われていたオスマン帝国が反撃を開始1633年にはアルメニアのエリバンを奪われ1638年にスルタンムラト4世がイラク申請を行いバグダードを奪回された。 同年に、東部のカンダハールもムガル帝国に奪われ、1639年に、オスマン帝国との間で正式に条約が結ばれ、イラクの放棄を明記した。北東のホラサーンにもブハラハ国が11回も侵入して、領土を侵食され、サファビー朝の領土は著しく縮小した。こうした失敗はあったものの、サルー滝と称された朝身のミールザー・ムハンマド滝の、 東洋とグルジアに対する配慮で何とか挽回できた。祖父の代から官僚として取り立てられ、サフィー一世にも気に入られ1634年に、大宰相に任命された滝は無欲の清錬の死であったとされ、領土の縮小した王朝の繁栄のために大規模な公共事業を推進し、増税と地方役人の不正処罰を観光、王室図書館の維持や公益の発展など、文化、 公益事業も推進して、王朝をなおも繁栄させている。また、グルジアには従属国のカルトリ王国のルスタムハーンを通して支配を行い、宗教の寛容とグルジア人の帰還で、グルジア東部を安定させた。しかし、宗教寛容政策をイランにも適用させ、キリスト教と接触して、首都イスファハーンに教会や司教座を建てさせたことは、 イスラム教シーア派の不満を買った。1642年5月12日、カンダハールダッカンへの遠征途中で熱病にかかり33歳で死去。麻薬中毒を紛らわすために大量の飲酒をして、それが原因で死亡したとも言う。あと、このアッパース2世が継いだ。サフィ一世の評価は残虐、寛大と分かれていて、キリスト教徒からは寛大で、 魅力的、愛存の良い人物とあるが、その他の表では、国の利益を優先するため、無慈悲で残酷な君主だったとある。また、サフィー一世に、被護されていたカルメル海舟同士は、これまでペルシアに、これほど残酷で、流血を厭わなかった王がいなかったことは確かであると、記録している。ロビンソン、P297P299、ブロー。 P178P179P247P248P33P334P353P355 3, P P 3 P ロビンソン P299P300 プロ P356P358 ロビンソン P298 ありがとうございます。